月更新準備。ただいまから関越部隊は行進準備のため会場左手へ移動します。
神奈川県出身。始め！
長宗井家庭上原純平候補生茨城県出身。続いて第三中隊長東大および一般家庭佐藤空人候補生福島県出身。第三中隊騎手東大および一般家庭東亮候補生大阪府出身。吉村慎太郎候補生埼玉県出身。
すると、まあ、人間それで上の、まあ、価値観が本当にいいんだけど、大声出して手術せなくて、これ潰れるぐらい大声の練習をとるんですよ。なんか声が出ないぐらい潰れたら、それがノートその後すごく声が出てる。舞台つけけん。そうだね。靴置いたね。調整して。本当に広いよ。国旗が登壇します。ご来場の皆様はご起立の上ご注目ください。国旗登壇。国旗に対し敬礼。国旗に対し敬礼。国旗放送。ご来場の皆様はご着席ください。舞台トレケン。関越か中央の位置へ。関越館に対し礼を礼。
元の位置以上をもちまして入校学生による観閲式訓練展示を終了します。ここで衆議院議員高市早苗様、衆議院議員駒淵澄夫様、衆議院議員前川清重様がご退場されます。解除メーカー部隊指揮官に対し敬礼。観閲部隊指揮官退場。観閲部隊指揮官が退場します。皆様盛大な拍手をお願いします。
中央訓練場において基地警備訓練の展示が実施されます。空砲を使用した訓練となります。大きな音が鳴ります。小さなお子様には耳を塞いであげてください。